高知グルメの祭り土佐のお客酒を飲みに大勢が集まるクソイベントだ。高知のイベントのほとんどはここで開かれる、というかここぐらいしかイベント開かれない。世界の狭さを実感するわ。料理はどれも美味しそうだな。串焼き美味しそう、好きだわ。焼きそばもいいね。日本酒もあったわ。出禁になったプリン屋もある。唐揚げ串を買った。結構でかい、超ボリューミーだった。煮だ焼きそばも食べよう。美味しそうだ。意外とあっさり味で美味。好きな味だ。ごちそうさま。